急にね、この伊浜の民宿めぐみ荘というところにわしね泊まることにしましたね。展望風呂極楽の湯、展望風呂極楽の湯っていうところにね惹かれてね、ちゃんと撮れてるかな、はいね。それでここから入っていきます。このめぐみ荘、このめぐみ荘に今夜は泊まります、ね、今日はね、はい、このめぐみ荘に泊まります、はい、下にあるめぐみ荘ね、私ね急にこうやって決めちゃうんだよね。今日はねちゃんとねここ民宿だからね、夕食もね朝食もつくしね、ねぐーっとね、いいですね、ここで民宿でご飯おいしいよ、多分海の幸がいっぱいあるでしょうね。はいはい、民宿めぐみ荘でございます。急遽ね民宿に泊まることにしたんだよね。はい、こんな部屋です、ね、ちゃんと浴衣もあるし、ね、今日はねここで夕食食べられますんで、やれやれですね。もうコンビニ食ばっかりだったからね。はい、窓からはこんな風に、おお眺めはいいね、これは素晴らしい、すごいな、おお素晴らしいじゃないですか、ここはねえ、いやいいね、夏になったら来ようかね、釣りもやれるしね。79歳スーパーツヤジジイ、急遽民宿に泊まることになりましたね、本当にね行き当たりばったりでね、これがまたね醍醐味なんだよね。適当に、こうやって、はい、はい、こんな感じの部屋です。はい、今日はここでね多分海のね料理が出ると思いますんで、で明日また朝日までマーキングに来ます。はい、じゃあ展望風呂です。ここからね展望風呂に入れるそうです。はい、ここから上がっていきます。すごいな、展望風呂ですよ。ねえ。はい。じゃーん。気持ちいいよ、これね、水流式になってね、まあ、タオルやんないと映り込むからな、よくわかんないけどさ、水流式だからなって、まあ、はい、こんな気持ちいい、こんな気持ちいい民宿に来れるとは、もうびっくりねえ。はい、79歳スーパーツヤジジイ、突如として、めぐみ荘、民宿めぐみ荘に来ました。突如として民宿めぐみ荘に来ました、めぐみ荘に来ましたねえ。それでこれでいいよね、これ水流式でここ、はい、民宿伊浜の
めぐみ荘の夕食でございます。おお、思ってた通りすんげえのが来たねえ。ほら、刺身の盛り合わせね。はい、カニ、はい、これメバルかな。それにサザエだよねえ。はい、他にもこんな感じです。はい、味噌汁もねちゃんとカニが入ってるし素晴らしいですね。思ってた通りいいね、こういう海のそばの民宿。伊浜のめぐみ荘の夕食でございます。いやいや、すごいね、こういう浴衣にね、最高じゃない本当にね、もう思ってた通りのごちそうが来たからね。はい、いただきます。さてさて、こういう時はどれから食べるかな。まあ、ちょっと刺身だな。刺身、刺身をどれ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 、ね、一人旅もいいもんですよ。一人でね、何の気兼ねもせずに。いただきます。うん、新しい。おいしいわ。うん、本当に新しい。これも油が乗ってるな。うん、ねえ、この鮮度のいい歯触り、うん、これね、さっき温めたからね、これ早めに食べた方がいいね。これでこうやって、あれ、よし、もうなかなか出てこないと思う。ああ、できたできたね。サザエのこのね、この黒いところがね、苦みがまたいいんだよね。いただきます。うん、うん、これは歯で噛みしめながら、うん、うまい、おいしい。魚をちょっと手前に置いて、魚をね、わしは魚が大好きだからね、魚はね毎日食べてんだよ、本当に毎日食べてる。よいしょ、
私が毎日食べているのは魚と海藻と豆乳ね。だからここではもう全部パーフェクトだね。豆腐でしょ。あ、これ海藻だよね、多分ね。海藻だから。あ、海藻なんだこれ。あ、これはあれか。うん、海藻だね。メカブだね、メカブ。うん、ね、海藻もあるし、はい、これは硬いな。美味しい。うん、美味しいわ。ご飯と魚とね。ご飯はね、やっぱりね、一緒に食べたいんだよな、やっぱりな。ご飯ほら一番最後に食べる人もいるけど、普通懐石なんかはね一番最後だけど、こうやってね、ほらこうやってこれでこうね、こうしながら、うん、じゃあご飯を、うん、これが美味しいんだよ。うん、ね、すごいね、刺身で歯触りがいい、シャキシャキ感があるね。本当に新しいんだよこれは。さあ、延々と取っててもね、これで食べていきます。今日はね、お相手さんもいないからね、一人で食べてもいいんだけど。はい、79歳スーパーツヤジジイ、今日は羽賀崎の伊浜っていうところの民宿めぐみ荘に来ております。わし一人です。美味しい。もうね、予想していたものが出てきた。これ嬉しいよ、本当に。